その夏は忙しかった。クロイ、大好きだよ。ずっと、これからもずっと。それか、引き返してクロイさんと一緒に家に帰ろう。君と会う前にサトルとの話し合いは済んだ。そん時はどうかなし。リコちゃんがどんな選択をしようと、君の未来は私たちが保証する。やっぱりもっとみんなと一緒にいたい。もっとみんなと帰ろう、リコちゃん。今でも青が澄んでいる。今でも青は澄んでいる。どんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかった。まるで静かな声のような、思う伝った夏のような色の中、昨日の6言葉がずっと喉の奥に使えてる。また会えるよねって、声になる。なんでお前がここにいる。昼下がり締めつく風の季節は、思い馳せるまだ何者でもなかった僕らの肖像。何もかも分かち合えたはずだった。あの日から少しずつ君と違う僕という呪いが太っていく。術師というマラソンゲーム、その果てにあるのが仲間の屍の山だとしたら。よう、久しぶり。マジか。お前が正しいかどうかなんて僕には分かんない。で、僕がみんなの友達でいるために、僕を生きてていいと思えるように、お前は殺さなきゃいけないんだ。はい、勝負はこれからだろう。そうだな。そうかもな。今でも青が澄んでいる。今でも青は澄んでいる。どんな祈りも言葉も近づけるのに届かなかった。